安富さんはなんでこの川六に就職しようと思ったんですか？うん、そうですよね、うん、私はもともとそのアルバイトとかでも居酒屋とかカフェとか、うん、接客ばっかりやってたんで、うん、接客が好きっていうのもあって、うん、なんかちょっと接客業をやりたいなと思って、うん、でその中で見てた時にホテルの受付とかすごいいいなと思って、うん、自分の中でイメージが、うん、自分がやってるのがイメージできたんで、うんうん、でもうとにかく合同説明会、うんうんうん、いろいろ行って、うん、もうホテルばっかり見てたんですよね。特にここのホテルとかは決めずに、うん、ホテルばっかり見てて、うん、で本当に私最初川六の本当に知らなくって、うん、でもう帰ろうかなって思ってた時に、うん、そのブースで見ていかれませんかみたいな感じで話しかけてくれたんですよね、うん、でせっかくだったらまだ時間あるし、うん、見ようと思ってお話聞いてたら、うん、すごいもう社長がもうお話ブースで、あ、そうなんですか、来てて、びっくりですよね。なかなかその冒頭説明会で社長が、うん、そうですよね、いるイメージ、うん、ないですよね、うん、で社長がお話ししてて、うん、なんかあと他のホテルさんとは違った、うん、なんだろう感じで、うん、挨拶、掃除、電話、うん、これに力入れてますみたいなのがすごい印象に残って、うん、あ、これだったら私もやっていけそうだなっていうのと、あとなんかいろいろ、まあ、今はまだちょっとコロナとかであれなんですけど、うん、社員旅行とか、うん、あとなんか最愛の人休暇とかいろいろあったりして、うんうん、でスタッフのなんか皆さんの写真とかいろいろ貼ってたんですけど、うん、すごい楽しそうだったんで、うん、あ、ちょっと受けてみようかなっていうふうに、あ、そうなんですよ、ここカーロック入社させてもらって私も大学生の頃接客業してて、その割烹料理屋さんで4年間アルバイトしてて、うん、でそこのアルバイト先は結構顧客の人が多いところでリピーターさんが多くて、でそれで自分も将来就職する時は接客業がいいなって思ってて、って思った時にホテル業はどうなのかなってふと思って、でそこからそのマイナビか何かで探したところ、川六が先に出てきて、見つけてたんですね。あ、そうです、川六、そう、先にも川六見つけて、で私は合説とかじゃなくて、もうそのまま川六の社内見学、見学に行ったんや、直接行った時に、さっきの事務所の中もすっごいピカピカで、もう仕事のしやすい環境がもう整えられてて、あ、もう自分ここしか働けないなみたいな、もう直感と雰囲気、職場内の雰囲気がすごく自分の中でマッチして、すごい、もうちゃんと一筋で。あ、そうだったんですね。うん、初めて知った。そういえば、はい、安富さんって川六入社しか何年目になられます？ああ、今はもう4年目ですね。4年目。もう、うん、川六に入ってからギャップとかってありましたか？辛かったこととか、嬉しかったこととか。ああ、ギャップ。最初は夜勤とかだったら、うん、やっぱりリズムがちょっと難しかったり、うん、普通の生活からこうやっぱ夜勤始まりだしたら、うん、休憩の時もちょっとまあ出ねかったりもあったんですけど、うん、それは慣れていったりしましたね。うん、まあ辛かったって言ったら、そうですね、今その副支配人とかってやらせていただいてるんですけど、うんうん、やっぱ初めてのその幹部の業務とかっていうのもいろいろ新しく始めたりして、やっぱなかなかうまくできなかったことっていうのもあったりしたんで、またチェックインとかとは別にそこはでも難しかったりしたんですけど、まあ成果が出た時とかは嬉しかったですよね。うん、そうですね、嬉しかったことは、その私よく双子で、双子みたいにこう間違われる同期の野本さんっていう方がいるんですけど、一緒にその社長賞っていう
その賞を一緒に取れたことが、うん、もう本当に一番嬉しかったです、ね、すごいですよね。社長賞って一人が選ばれる、毎回一人だから、もう私二人、野本さんが呼ばれた後に私が呼ばれたんですけど、うん、もう絶対間違いやと思いながらそう上まで、うん、そうですね、みんなびっくりしてましたもんね。みんなびっくりですよね、ゾワゾワゾワですよね、間違ったんかなって思いながら、うん、社長賞ってどういったものになるんですか？そうですよね、うん、社長賞はその年に1回カワロクの中で大きな、まあ、行事があるんですけど、うん、そこで年に1回あの一番頑張った人を全店舗の中で1人社長が選んでくれるような賞になってて、うんうん、まあ、他にも新人社員賞とか優秀社員賞とかそういうのがあるんですけど、うんうん、で一番その中で頑張って社員の人に贈られるような賞になってて、うん、賞金とかもあるんですね。すごい。そうですね、うん、いや、そういうのに選んでくださったのは本当に嬉しかったですね、うんうん、何より一緒に頑張ってきたやっぱ野本さんとかと一緒に取れたっていうのもさらに嬉しかったそうですよ、ね、うん、ことですね。あ、いいな、はい、すごい、私も頑張らなきゃ。いや、もう山本さんが絶対取れますね本当に、ね、そう、あとはやっぱの休み、うん、お休みとかやっぱホテル業とかだったらお休み取るの難しいかなとか思ったりもしたんですけど、うんうん、誕生日休暇とか2年目になったらなんですけど、うんうん、2年目から誕生日休暇とか自分の、うん、あとは最愛の人休暇って言って自分のあのお母さんやお父さんの誕生日にはお休みできるっていうような休みもあったりしたのが結構、うん、そうですね、さっきも言ったんですけど印象的だって、うん、あ、意外と休めるんだっていうのもありましたね。あの長期休暇も確かありましたよね。そうですね、長期休暇も5連休ですね、うんうん、5連休取れたりなかなかないですもんね。サービス業で連休取れるところとかも、ね、うんうん、ゆっくり、そうですね、うん、確かに有給消化も、ね、うん、ね、充実してていい会社だなって私も思います。そうですよね本当に、はい、そう、山本さんも3年目になると思うんですけど、うん、はい、やっぱちょっともうそろそろいろいろ嬉しかったこととか辛かったこととかちょっと聞きたいなあ、まず嬉しかったことは、あのカワロクでは毎月お客様にアンケート返ってきたお客様にお手紙を書くじゃないですか。そうですね、そのお手紙を書いたお客様から返事のお手紙をもらった時がすごく嬉しくって、そうです、そうです、たったあの1枚のハガキでこんな長文の感謝のお言葉をもらえるなんて本当にびっくりして、それがすごく印象に残ってます。悲しかったこと、悲しかったことっていうよりもう私本当にすぐ小さなあのケアレスミスが多くて本当に多分あの社内の人はよく知ってると思うんですけど社長も山本はすぐ失敗するけどそれをバネにして成長してるからいいと言ってくれてるけど失敗ばっかりしてるからいやいや失敗をバネにねあの同じ失敗をしないように、うん、今も、うん、あのしっかり業務務めてます。あ、いい、いや前向きが大事だから本当に、ね、さっきの有給の話にもなるんですけど、うん、本当にこの会社入ってからお休み、そのホテル業ってそのみんなゴールデンウィークとか世間がお休みの時はまあ働かなくちゃいけないんですけど、でもそのシーズンが終わったら結構自分の時間も確保できるっていう印象がありました。そうだから私プライベートではあのコンサート K-POP 好きなんでコンサート行くんですけど、そうです、ちゃんとちょっと有給とお休みと組み合わせていい感じにちょっと連休取ってね、連休を取って、そうです、自分のプライベートも充実そうできてすごくいい会社だなって思います。やっぱプライベートもね充実せんと仕事もね、うん、本当にこの会社に入ってよかったなって、うん、
ってます。いやそうね、そうしっかりやっぱり、ね、プライベートも充実させて、うん、本当に良かったです、うん、出張や旅行の際にはホテル川六Lステージ高松とホテル川六グループをぜひご利用ください。ご宿泊のご予約は概要欄から簡単に行えます。皆様のお越しをお待ちしております。